スノーマンメグロレン、リアルに愛用、フェンディ財布紹介で、恥ずかしいフェンディセレリア。モデルプレス2024-03-25、スノーマンのメグロレンが25日、都内にて行われたポップアップイベント、フェンディセレリア、フェンディセレリア記者会見に出席した。メグロレン、リアルに使っているお財布紹介ベージュの春らしいセットアップでポップアップに来場したメグロ。 バッグにはリスのチャームがついており、リスと一緒に来てみたとにっこり。そして会場を見渡し、春らしい爽やかな色味でいっぱい写真を撮っちゃいましたと胸を弾ませた。もうすぐ新生活が始まるということで、新社会人にプレゼントするならどんなものをあげるのか聞かれたメグロは、考えた結果、自分が知っているものをあげたいと言い,い、リアルに使っているお財布と同じです。と実際に使っているお財布と同じものを披露。 本当に使っているものを紹介するのは恥ずかしいですけど、わからないものよりもわかるものをあげたくて。本当に愛用しています、と照れながら紹介した。フェンディセレリア、フェンディセレリア、フェンディセレリアは、フェンディのクラフツマンシップを体験できる唯一無二のポップアップストア。2024年3月26日から3月31日まで、メディアデパートメント東京にて開催される。